おうちでもビヨーンズ学校。ビヨーンズの小林ほのかです。おうちでもビヨーンズ学校。今回の授業は作品発表ということで、早速ブラームスのクラリネットソナタ第2番2楽章をお聴きください。Thank you.
いかがだったでしょうか。尺の都合上1曲のみとなってしまいましたが、チェロソナタはまたの機会にリベンジしたいと思います。今回計6本の動画を作成してみて、企画すること、編集すること、動画を撮ることの大変さをすごく身に染みて学びました。私自身この企画で音楽についてまとめたり、最後にはこのように大きな曲に挑戦したり、すごく自分にとっていい機会だったなと思います。皆さんにも楽しんでいただけていたら嬉しいです。たくさん動画を見てくださって本当にありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。